どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。本日は遊戯王マスターデュエルの情報について、どうしてもですね皆さんに共有しておきたい情報がありまして動画にしております。データ引き継ぎについてです。本日ですねスマホ版がリリースされました。 iOS 版と Android 版両方ともリリースされたんですが、スマホでやる方も多いと思うんですよ。でそこで公式のマスターデュエル の、 あのツイッターで、お知らせがありまして、これをですねちょっと皆さんにはですねしっかりと、共有しておかないと多分事故が起きるかなと思ったんですよね。でどういうことかというと、まあ、一応今回読むんですけども、ご利用の皆様へご注意と。アカウント使用について、同じゲームデータを複数本体で共有して使用したかったのに間違って新規で始めてしまったというご相談を複数いただいておりますと。でここです、重要なのはマスターデュエルコンシューマー版は一つのプラットフォームアカウントにつきゲームデータを一つしか作ることができません。まあ、要するにスマホだったらスマホ、PC だったら PC みたいな感じなんですけれども、一つのゲームデータしか作ることができないため、ゲームアカウントを最初に一番最初に作ってしまうと引き継ぎする前に、ゲームアカウントの削除を行い新規にやり直すだとか、ゲームアカウントの削除を行い別のアカウントを引き継ぐことは使用上できませんって書いてあるんですよ。使用上できません、できないと。それはだからまあ間違って新しく作ってしまったら、あまあ上書きしたり、まあ、別のデータを持ってきたりすることができないと書いてあるんですよね。でここで注意してほしいのはコンシューマー版っていう書かれ方をしてるんですけど、コンシューマー版っていうのがどこまでを指すのか、これかなりね分かりにくい書き方で、まあ、コンシューマー版っていうのは基本的に家庭用ゲーム機のことを指してるような気がするので、基本的にはね、なんで、まあ、PS、プレイステーション版とスイッチ版に関しては、ゲームデータを一つしか作ることができないっていう意味で、スマホ版はもしかしたら、ゲームデータを、まあ、始めてしまっても引き継ぎを後からできるっていう仕様なのかもしれない。PC 版とスマホ版はこのコンシューマー版というものに含まれないので、 PC 版とスマホ版は、まあ、そのゲームアカウントの引き継ぎだとか新規作成を自由にできるっていうことだと思います。これもコンマイ語である可能性すらあるんで、まあちょっとねメンテナンスが上げてないんで何とも言えないんですけど、新規で、ゲームを始める際、他のプラットフォームでプレイ中のゲームデータがある場合、新規でゲームを始めてしまうと他のプラットフォームからこのアカウントへのデータ引き継ぎができなくなりますっていう、まあ、テキストがのみ出ますよと。この注意事項をよくご確認の上で進めていただきますようにお願いいたしますって書いてあるんですよね。要するにまとめておくと、家庭用ゲーム機で、遊ぶ方ですね、主に、プレイステーション、スイッチ、Xbox あたりで遊ぶ方は、新規でゲームを始めるのか、それともアカウントを引き継いで始めるのかをゲームを始める前に、慎重に考えてくださいということですね。でちょっと裏技的な話になるんですけれども、スマホ版ではですねアカウント二刀流っていうのが一応できまして、Google から出ている Chrome リモートデスクトップっていうアプリがあるんですが、これを使うとですね PC 版の Steam をスマホで動かすことができるんですよ。だからスマホにアカウントを、まあ、2つ入れて動かしてるみたいなことが一応できます、一応ね。ただ、Steam 版をスマホで動かすのちょっと結構カクつきがあったりとかするので、あんまりおすすめはできないかなと思うんですが、そういう裏技的な使い方もあるよということをお伝えしておきます。まあ、とにかくですねゲームを始める前にしっかりとテキストを読みましょう。このテキストをこの段階で遊戯王のテキストが読める人間なのか、それとも読めない人間なのかっていう選別はすでに始まっています。ぜひねこの情報を大事にしていただいて、スマホ版を始める際のゲームデータ引き継ぎの参考にしていただければと思います。テキスト確認は大事。